はい、おはようございます。速稼塾の久保です。最近ね、 Facebook ライブをするんですけども、 Facebook ライブがダウンロードされなくって、結構ね、手間がかかってるんですよ。ですので今日はカメラで録画してそれをアップロードしております。改めて速稼塾の久保でございます。皆さんも感じると思うんですけども、情報発信をしているとね、どうしてもいいコメントばっかりじゃなくって、悪いコメント、自分にとってですよ、自分にとって逆風が吹くようなコメントっていうのもあるんですよ。で、100人の方が自分を褒めてくださって、共感してくださって、その中ね、1人2人が、向かい風を吹かせる、要するにアンチな書き込みをするっていうのはね、このバランスを皆さんはどういうふうに考えるかってことなんですけども、例えばこういう考え方もあるんですよ。たくさんの人が支持してくださってる中に1人とか2人とか、それはいろんな意見があるよと、そんなことでくじけずに、ほとんどの人に向けて、共感する人に向けて発信しましょうねっていうね、そういうふうな励ましっていうのは結構あるんですけども、これね、捉え方がまたね、こういうふうな捉え方もあるんですよ。部屋をきれいにね、掃除して、机の上もすごくピカピカにしてですね、よーし、気持ちよく仕事するぞって時に、あんまり好ましくない G のついたね、虫がガガガッとやると、うわーって気持ち悪くなりますよね。すごく気がそがれますよね。そんな気持ちだっていうふうに例えてくださってる方がいらっしゃってね、昨日 YouTube でそれを見てっていうか聞いてですね、すごくいい例えするなと、確かにそういう部分あるよねって思ったんですよ。で、私についてはですね、私 Facebook で記事をものすごく毎日書くんですけども、そこに対してやっぱりね、コメントすごく皆さんつけてくださるんですよね。もちろんノーコメントのものもあるんですけども、コメントがブワーッと並んだりとか、時にはですね、コメントを書いた人同士で議論がね、すごく白熱してみたいな感じで伸びるんですけども、私基本的に自分が書いた記事っていうのは書いて終わりなんで、コメントを見に行くってことがないんですよ。で、コメントに対して返事をすることっていうのも、なるべくやろうとは思ってるんですけども、できないことが結構多いんですよね。で、あとコメントをしたくなるときって、結構ね、いただいたコメントがすごくね、いいやつっていうか、これ勉強になるなみたいなところで、感謝でお返しで書くことはあるんですけども、だからといってコメントを私が書いてないものに対してものすごく軽視してるってことではないんですよ。ただ単純に見てないだけっていうのが結構多いんでね、その中でですね、もう本当にね、何ヶ月とかね、ひどい時には何年も私の記事をずっと見ていて、で、私が何か言うたんびに完全にね、違うことを書いてくる人っているんですよ。そうじゃないですよ、こうですよって、あなたは何も知らないですねとかね、そういうことを言ってくれるんですよね。常識が分かってないとか、社会通念上そうではないですよっていうね。で、その時にどういうふうに感じるかってことなんですよ。多分多くの人ってのはすごくね、そういうことを書かれるとやっぱシュンとなっちゃったりとか、イラッときたりすると思うんですよ。で、私が何を考えてるかっていうと、常識がないとか、世の中のことが分かってないっていうふうに、ズバッと言われちゃうと、そうなんですっていうふうに言うわけなんですよ。それ当たり前ですよ。私社会を出て隠居してるわけですから、世の中のこと全く分かりませんよっていうふうにね、そういうふうにお話していくんですよ。それが一つ。もう一つはですね、やっぱりこういうふうに褒めるんですよね、相手のこと。いや、すごいですね、その理論は。なんであなたみたいな素晴らしい素敵な頭のいい人が、私みたいなバカな人間のことをずっと見てるんですかと。もっともっとあなたに見合った頭のいい人に関わっていったらいいんじゃないですか。私に近寄るのがもったいないですよってお話するんですよ。で、そういう頭のいい人にあなただったら相手してもらえると思うんで、その人といろいろとディスカッションすればいいんじゃないですかっていうね、そういう畳み方をすると、なかなかね、返事が来なくなるってことなんですよね。返事が来なくなるんですけども、書き込みは続いていってるみたいです。書き込んだ時に Facebook とかだったら、誰がいいねしましたっていうのはポーンとね、ポップアップが出るんですよね。それがうっすらと見えるんですけども、そこでですね、あれ、この方ってまたなんかケチをつけてきてくれてるのかなっていうふうにポンと感じるぐらいなんですけども、コメント見てないんでわからないですけどね。そういった感じで、私の場合は、なんていうのかな、自分にとって好ましくないような矢が飛んできたらね、自己否定論を使ってるわけなんですよ。確かにその通りみたいなね、自分と違う考え方があってもいいよねとも思ってるんですよ。で、昨日のことなんですけども、昨日珍しく私コメント返ししたんですけども、私が何か記事を書いた時にね、そうではないと、あなたの考え方はおかしいと、こういうふうに思っていかないとやっていけないですよっていうふうに力説する方がいたんで、私はすぐに返事したんですよ。その通りです、あなたの言う通りだと思います。はい。でも私は私の考え方がありますと、私はあなたに自分の考えを押し付けてはいませんと、違う考え方があって、それぞれが許容して許されるのが平和なのかなって思ってるんですけど、いかがでしょうかって聞いてるんですよね。そうするとその方は、あ、久保さんはいい考え方してると、だから友達多いんですねって書いてくださいましたけども、いや、でもこれ普通の考え方じゃないかなと思うんですよ。自分が確固たる信念で強く何かを信じるのはいいんですけども、主張するのはいいんですけども、自分の考えたことを他の人が認めないからといって戦う必要はないと思うんですよ。自分が信じたことは信じたことであっていいと。
で自分以外の人は別の脳みそで考えてるんで別の結論にたどり着くことって別に不思議ではないんですよね。でしかも自分自身ですら今日信じてたことが明日もまたね同じように考えるかというとその安定性もないわけですよ。あれもしかしたら自分勘違いしてたかなと思って理論理屈を変えることって人生に多々ありますよね。小学生の頃に強く信じたことが違ったなと思うことって結構あると思うんですよ。いや去年強く信じたことが実は詐欺だったみたいに思い直すことってないですかね。ということで自分の思考すら安定せずに毎日変わってる中でなんで自分の考え方をね人に押し付ける責任が、ね、取れるのかってことなんですよ。だって自分が説得して誰かの意見が変わった時に、ね、自分と同調した時にね自分の考えがあれ違ったかなっていう時の罰の悪さってないですからね。だからやっぱりね自分の考え方も千変万化で世の中には1億人いたら1億通りの正義がある正しさとかね理論理屈があるというふうに考えればいいのかなと思ってるんですよ。で話最初に戻りますけどもやっぱりね全部がいいところに1点だけ嫌なものがあったらそれは目立つんですよ、うん、であとは自分が誰かに対して敵意を抱いたからといってそれを表現する必要もないのかなと思うんですよ、うん、だから自分が感じることっていうのは別にあっていいと思いますしそれがね誰かに向ければそれはもう増幅されちゃいますからすっきりするどころかねますます自己肯定感が強まるんですよ。誰かを攻撃してそれをね解き伏せたりとかやっつけたら自分は正しかったんだってますます思っちゃうんで今度は他の人を見つけてその人も撃沈したり論破しようっていうねそういう欲望が起きてくるんではないかなと思うんですよ、うん、まあそんなかんなでね、今日のお話の結論としてはまあ情報発信すればいろいろとありますよってことですよね。で、情報を受け取っていてもいろいろありますってことなんですよ。いろいろあるのが当たり前なんで、考え方が一通りになるってことはないんですよね。考え方が一通りになったら、どっかの国みたいになっちゃうじゃないですか。いや、それでいいんだったらそれでいいんですけどね。それでいい方は、一つの考え方にまとまる世界にやっぱりこう自分の身を置いた方がいいと思いますし、多様性が認められるようなね、社会にいるんだったら、いろんな考え方をやっぱり積極的に受け入れていって、みんなの考え方、全然それはね、許容できるよと、認められるよと。自分の考え方はそれと別だけどね、お互い違う考えでよかったね、わははでいいんじゃないかなと思うんですよ。いいんじゃないですかね。どうでしょうかね。というのが今日のメッセージでございました。いってらっしゃい。